徐々に緊張が高まってきました大正ロマン館前です。選手が一列にこれから並ぼうというところです。スタート前の緊張がみなぎります。今年のこの丹波篠山路を制するのはどの学校でしょうか。今年も大江さんとともにお届けしてまいりますが、大江さん、はい、まあ、いろんな思いが今大会は特に、ね、選手の中にはあるでしょうね。そうですね、昨日も、他校の監督さん、どのチームの監督さんも、お話しされていたんですが、本当にこの大会が開かれることに対しての感謝の気持ち、選手の喜び、そういうことでまた例年とは違う、走りが展開されるんじゃないでしょうか。そうですね、はい、スタート前のコンディションですが、気温が 13.5 度、湿度 89.9%、 西南西の風 0.5 メートル、天候は曇りとなっています。そうした中で新型コロナウイルスも考えながら、さまざまな対策を講じて選手たちは今日の県大会決勝を迎えています。どんな思いがあるんでしょうか。それでは男子 42.195 キロのコースです。大正ロマン館前をスタートして、この非常にこの時期は観光客の方が多い丹波篠山の中心市街地から国道から京都の府県境まで行きます。そして山あいのコースを縫って戻ってきて篠山方面高校がゴールと、そういった 42.195 キロ7区間で争われます。前傾姿勢を取ります。まもなく男子スタートです。横一線のスタートになりました。横一線のスタート、ただ大江さん、はい、まず前に出てきたのがやはり有力 5000m14 分台速いランナーが出てきましたね。そうですね、この中で持ちタイム1番は須磨学園の、広内君14分9秒。はい、はい、そして男子最初の1区10キロのコースをご案内しております。古墳もあります、そして神社もあります、お寺もあります、住宅街もあります。いろんなそのところを抜けていく、まずはお城を抜けていく、篠山城の跡を抜けていくコースでありますが、スタートしてポーンと飛び出したのがこの強豪の3校です。西脇工業、そして須磨学園、報徳学園、その後に14分台のずらっと 5000m 速いランナーが何人か、早くもこれ縦に長い列になってきましたね。今日早いですね、引っ張りますのが須磨学園の広内君、そしてその横が西脇工業の長島君、1年生です、はい、そうですね、はい、長島君はこう県大会までの地区大会に出てなかったんですけども、そうですね、その前に、10月10日に14分20秒のベスト記録を出したと、まあ、少し疲労からですかね、そういうことで、地区大会回避したということで、はい、長島そなた、幸福の子を幸せという字に宝と書いてそなたと読みます。そして今先頭に出てきたのがこれ一般道に入ってきたんですが、東の馬出しを越えて須磨学園広内荘、去年は最終のアンカーを走りました。はい、アンカーで区間賞です。そうですね、はい、今年は東海大学の記録会で14分9秒42、これ9月に行われた大会で、9月の27日ですね、はいはい、これが今シーズンの 5000m ベストタイムということで、はいはい、そして報徳学園ナンバーカード1番です。同じ緑のユニフォーム、田岡浩一は3年生です。報徳学園と西脇工業高校に関して言えば、今回のメンバーというのは初めてのメンバーばかりという状況になっております。果たして一般道に出てきてどんな戦い、レースをこれから展開していくんでありましょうか。最初の1キロが2分50秒ですから、まあ、例年と同じぐらいの速さです、はいはい、ただかなり縦に長い列になってきました。25番の鹿間工業の姿が見えます。そして赤清水の姿、この三強と言われる西脇工業、ね、はい、報徳、須磨学園の後ろにぴったり食いついています、はい、まあ、今年は1区で14分台のランナーが7名、昨年は12名だったんですが、やはり大会が少ないということで、例年には数が少ないです。ただその中で三強以外の注目は今後ろにつけていますが、赤清水高校の太田君、はい、さらには鹿間工業の寺谷君、まあ、双子のお兄さん、ね、弟さんが4区を走ります、はいはいはい、あるいは滝川の坂本君、さらに宝塚の杉田君、それとこの前の3人、そうですね、報徳の田岡君も含めてこの7名が14分台ランナーです、はい、早くも市街地に別れを告げまして、道がだんだん狭くなってまいりました。右に左にカーブを切って山あいに少しずつ近づいていこうというところです。新型コロナウイルスという中でどうやってこう大会を安全に運営していくのか、先導の白バイをご紹介しましょう。兵庫県警察本部の交通機動隊、今ご覧いただいているのが萩原孝之巡査部長、そして松田智樹巡査、このお二人によって男子のレースは先導されております。
そして篠山警察署からのお知らせです。兵庫県警では現在横断歩行者等妨害などに対する取り締まりを強化しています。ドライバーの皆さん、横断歩道は歩行者優先です。横断歩道を歩行者が横断中または横断しようとしているときは横断歩道の手前で必ず一旦止まってください。また兵庫県内では特殊詐欺が多発しています。私は大丈夫、そんな思いが一番危険です。電話で暗証番号教えてとかキャッシュカード預かりますなどと言われたら詐欺です。絶対に渡さないようにしてください。篠山警察署からのお知らせでした。こういう皆さんのこうご協力、そして安全なレースがこうやって展開されているという状況です。先頭集団、少し今赤清水が遅れてきましたね。今4キロ手前なんですが、はい、少し前がペースを上げた感じですね。はい、先頭は西脇工業が今ちょうど先頭、そしてその左側、画面左側が須磨学園、右側が報徳学園のこの3チームが並んでいます。そしてやや遅れて鹿間工業の姿もあります。鹿間工業そのすぐ後ろについています。この4チーム、そしてその後第2集団ちょっと離れましたね。第2集団が4チーム、赤清水、滝川、県立西宮、新興学園、はい、これも戦前にこう予想された速いランナーの学校ですね。そうですね。ただ新興学園の2年生つづらの君は15分23秒ですから、ここが大健闘ですね。そうですね、はい、現在西脇工業が先頭、そしてここでちょっと遅れてきました。鹿間工業が遅れてきました。鹿間工業が遅れました。その三強、この次につけてということを願っていて試合前も話をしているこの鹿間工業ですが、少し差が広がってきました。先頭西脇工業です。そして須磨学園、報徳学園、この3チームによる争いに早くも大江さん絞られてきつつあるという状況ですか。はい、報徳の田岡君は14分39秒、はい、前の2人から20秒程度の、ビハインドがありますが非常に頑張ってますね。そうですよね、はい、広内選手、須磨学園ですがチラッチラッとこうランナー見ながら、あ、広内が前に出ます。広内走、2年生が前に横に並んでもう前に出ようというところです。現在先頭が須磨学園とそれから西脇工業ほぼ並ぶような格好になって、少し遅れてきたのが報徳学園ということでしょうかね。そうですね、この、5キロの通過が14分51秒とかなりのハイペース、6キロの次の下りで長島くんが少し仕掛けましたね。ここのところこの泉の工業団地の上りを過ぎた後の下りで仕掛けるケースが増えてますね。昨年の西脇工業の松尾君もここで仕掛けました、はい、同じ展開を狙っているという感じですね、はいはい、報徳学園の田岡浩一が少し差が開きつつあります。先頭は現在西脇工業、そしてその後須磨学園、この両チームが今引っ張っています。少し離れて報徳学園、田岡とこういった並び展開になっています。西脇工業、あ、少し西脇工業と須磨学園の差が少し開いてきました。長島と広内の差が開いてきました。先頭が長島、そなた、西脇工業です。そして須磨学園、広内走、そして少しさらに離れて報徳学園、その向こうがおそらく鹿間工業。この縦に長い列、ポツンポツンとランナーが、最近の中ではこういう展開あまりなかったですね。やはり1区は3年生が多いんですが、1年生でここの今回40チーム中、3名だけなんですね。 そうですね、はい、その1人が長島くんなんですが、ただ長島くんは、中学時代、過去は日岡中学なんですが、全日中で 3000m3 位、都道府県対抗、今年の1月ですが、2区で区間賞と、いうことで、実績は十分です、はい、さあ助けに手をかけました。先頭西脇工業、長島です。ちょうど右のここランニングシャツの上のところですね、播州織の織物をここにこうくくりつけています。これは西脇高校 の竹中監督と足立監督が播州織、地元で頑張っている皆さんにちょっとでも感謝の思いを伝えたいということで、こういう形で今回レース実現しています。それをつけて今懸命に快走を続けている西脇工業、先頭です。そして第1中継所待ち構えています。石脇工業、2区のランナー山中達樹、そして今画面に捉えられていますが須磨学園の2番手の林田です。先にやってきたのは西脇工業です。西脇工業がまず先頭で達樹を渡しました。そして今度は須磨学園、広内、そしてこれから林田に今達樹が渡りました。広内君も、差を開けられることなく頑張りましたね。須磨学園が2番手、そして
今度やってきたのが報徳学園。田岡から待っているのはキャプテンの稲葉雄介3年生です。今田岡から稲葉にタスキが渡りました。今順番に番号が呼ばれています。上位3チームが行きました。そして次にナンバーカード3県立西宮の清水君ですね、15分3秒のランナー非常に頑張りました。頑張りました。はい、今県立西宮がタスキを渡しました、はい、そして注目の明石清水太田君、はい、はい、力通り5番での中継ですね、はい、はい、明石清水が先、ナンバーカード22番、そして11番滝川です、はい、坂本君14分台ランナーです、はい、そしてやってきたのが白のユニフォームです、新興学園ですね。女子が今年初出場なんですね。そうですね、女子は初出場、初近畿を狙っています。そうですね、新興学園、男子も伝統です、はいはい、7番手新興学園が行きました、はい、頑張りましたね。15分23秒のランナーです、はい、そして次にやってきたのが8番手25番鹿間工業です。 S のマークおなじみです。双子のお兄さん寺谷君です、はい、そして兵庫高校16番、17番が六甲アイランドです。姫路商業26番、そして天ヶ崎稲園が5番です。川西緑台が2番、今行きましたナンバーカード19番は東播磨です。そしてその後が紫のパンツ宝塚の杉田君ですね、はい、14分53秒のランナーです。そうですね、宝塚が今やってきました。そしてナンバーカード38番は清涼です。その後が12番の永田、今タスキが渡って2区に入りました。その後が6番の西宮北、そして小野高校トンボのマークおなじみ、15番、須磨東も行きました。31番、北摂サンダー、ここまでで21校が2区に入っています。そして36番は綱高校です。その後やってきたのが13番、このユニフォームもおなじみです、神戸高校。内側から40番、兵庫工業です。兵庫工業今タスキが渡りました。27番の辰野高校、その後3チームが待っています。まず来たのが14番、神戸商業、16年ぶりですよ ね、はい、7回目の県大会と、はい、2度目の支え待ちですね、はい、そして先に来たのが28番の相生です、右側。そして次に20番、加古川東、そして関西学院、関学が行きました。おなじみ月のマーク三日月です。30番、姫路工業、これも久しぶりですよね。32年ぶりですね、はいはい、そして明石高専、はい、初出場です。見えてきました、はい、24番です、初出場の明石高専。今24番たすきが渡りました。そして32番、地元笹山方面高校。笹山方面も日頃からね、このコース上のいろんなお手伝いしてくれています、はい、ナンバーカード29番、姫路西高校、そして39番、三影高校が行きました。ここまでで34校。ナンバーカード34番、手を振っていますが八日高校です。八日高校が今タスキを渡りました。ここまでで35校、残り5校です。5校のチームの選手が今第一中継所ライン上に立っています。手を挙げているナンバーカード8番、右手を軽く上げた西宮東、こちらも30年ぶりですね、はい、県大会は8回目の出場。そして先に行ったのは37番、洲本実業です。そして33番、貝原高校、35番の豊岡がどうやら先にたすきリレー、そして最後は西脇高校23番。以上40校が男子すべて第2区に入っています。男子は第2区に入っています。そうです、先頭は西脇工業高校です。ここは3キロという大変短い区間です。西脇工業独走で少し遅れて須磨学園、この距離感というのがちょっと気になるところですね。さっきの山田君がスタートから飛ばしてますね。そうですね、飛ばしてますね、はいはい、さあこの区間ですが2区3キロです。スピードランナーがここはよく配置されるんですが、これ次の上り3区までの大きな、これつなぎの大きな区間になります。西脇工業が先頭です。現在西脇工業先頭で、その後須磨学園がじりじりとこれ追い上げてきています、はい、ただ山中君は15分台のランナーなんですが、当番予選今年は2区で区間1位、区間記録に3秒と迫ってます、はい、8分36秒でしたね、2区のスペシャリストですね、はいはい、そして今第1中継所通過順位とタイムご覧いただいています。ちょっと差が詰まってきていますか、西脇工業と須磨学園。中間点を過ぎてから林田君が追い上げてますね、はい、そうですね、明らかに大きくなってきていますね、はい、西脇工業2区の山中、そして林田が追います。かなり姿が大きくなってきました。やはりかなり詰めています。
林田葵が後ろから懸命に追っていきます。まあ、スピードがもともと魅力のランナーということですが、はい、このスピードは両者のスピード1500で言いますと3分52秒でほぼ互角なんですが、林田君やっぱりゆったり入ってる分だけどんどん追い上げてますね。なるほど、はい、もう早くも助けに先に手を渡ってやったのが須磨学園の林田です。林田が先に助けに手を取って後ろからもういつでも抜くぞ、そんな感じで今懸命の追い上げ、少し口は開いていますが懸命の追い上げ、ご覧の差まで縮まってきました。あっという間に縮まってきました。西脇工業先頭ですがもうすぐ後ろ、これが追いつきそうですね。そうですね、はい、今西脇工業たすきを取ったのが山中たすき、西脇工業が第二中継所たすきリレーを先に行うのか、ちょっとまた差が開いたか、ちょっと差が開いたか、ラストスパートです。西脇工業現在先頭山中、須磨学園が懸命に追います林田。第二中継所先にたすきを渡すのはどちらの学校でしょうか。大きなリードを持っていた西脇工業ですが、その差がこんなに縮まっています。果たしてこの差が詰まるのか、あるいはひっくり返すのか、あるいは差を広げるのか。西脇工業が現在先頭です。第2中継所ランナーが待っているところ、ずらっと今選手たちが2区のランナーが来るのを待ち構えています。先に来たのは西脇工業、そしてすぐに須磨学園も待っています。西脇工業、長吉、失礼、藤井に助けリレー、そして須磨学園も長吉に助けリレー、あっという間に差が詰まってきました。ぴったり後ろについたのが須磨学園です。そして報徳学園が待っています。報徳学園がやってきました。ナンバーカード1番です。おなじみ緑のユニフォームです。先頭は西脇工業、そして須磨学園、報徳学園やや遅れましたが3番手。男子は3区に入っています。懸命に追います報徳学園、3区の堀之内、そして並ぶこの両校、須磨学園の長吉、並んでいます、並んでいます。西脇工業、藤井を捉えました。横に並んだ伏井大和神社の隣、その横を今長吉が抜いていきます。須磨学園がここで先頭に立ちました。第3区に入って男子は須磨学園が先頭に立っています。第3区どんな展開になるんでしょうか。変わってこちら男子の3区です。須磨学園が先頭に立ちました。3区です。この上りを制するのはどちらの学校でしょうか。西脇工業はこの3区に入ったところで抜かれました。須磨学園現在先頭、長吉京介3年生がレースを引っ張る格好になります。その3区は 8.1075 キロ、第3中継所折り返す手前まではずっと上りが続きます。この上りをどうやって制するんでしょうか。長吉がまず先頭でいきます。そしてその後すぐ後ろ、西脇工業は藤井俊也、今第2中継所通過順位をご覧いただいています。大江さん、はい、長吉君は去年悔しい思いしてますからね。去年は1区で体調不良を起こして7番ということで、はい、その悔しさを今年は全国優勝という形 で晴らすんだと、もう力強い言葉がありましたね。そのあたりは須磨学園の山口監督も、私どもはチャレンジャーなんだ、で都大路の優勝というのを夢を見て、そしてここまで1年間頑張ってきた、そんな思いを、ね、やっぱりこうおっしゃってましたね、はい、差が少し広がってきました。先頭は長吉京介です。身長160センチ、須磨学園の選手にしては珍しくこう丸刈りになってるんですよね。そうですね、その気合十分という感じで、はい、本当に力強い走りですね。もう体中でこう全体で引っ張ってグイ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 引っ張っていく、そんな走りっぷりになっています。そして西脇工業、藤井俊也が少しずつ差が広がってきました。少しずつその差が広がってきました。上りがずっと続いていきます。折り返しまで上りが続きます。京都と兵庫県の府県境のところ、そこまで行って戻ってきて第3中継所、この上りを制するのはどちらの学校でしょうか。先頭は現在須磨学園、須磨学園の長吉が先頭です。その後追います西脇工業、藤井俊也です。男子は4区に入っています。須磨学園が先頭、須磨学園が先頭でレースを引っ張って3区、そして第3中継所を超えてもう後続を見ることができません。解説は大江秀和さんです。大江さん、はい、須磨学園が大変リードを広げています。4区の今コースご覧いただいています。 8.0875 キロ、この4区は下りが基調のコースです。
果たしてこの後の短い区間にどうやってつなげていくことができるんでしょうか。長吉頑張りました。長吉京介がこれ区間新なんですね、大江さん。そうですね、後半の上りをそのままもぐいぐいと力強く上っていきましたね、はい、24分39秒ということで、はい、これは5年ぶりのこの区間の記録更新ということになりました、はい。まあ、その原動力もあって今こう4区にわたって北村圭なんですけれども、この距離もう後ろが全然見えない状況に大江さんなってますね、はい。この北村君も全く言えば単独走になってますが、もうスピード落とすことなくもうぐいぐい行ってますね。そうですよね、はい。ちょうど太陽の日差しを先ほどまでは背中に当たっていたんですが、正面から左斜め前方から太陽の日差しを浴びるような格好になっています。気温は少しずつ上がってきている今日の丹波篠山路です。沿道の方の姿やっぱほとんどありませんね。はい、やはり応援の自粛ということで、本当にマナーよく拍手で応援をしてくださっています。はい、そうですね、皆様のマスクをしてね、はい、であるいは手にボードを持って本当に静かな応援を選手に送っている、はい、そういった状況です。はい、この北村君なんですが、今季は 5000m14 分16秒と、はい、まあ、7月12日の、兵庫のオープニングゲーム、兵庫選手権で出しています。その暑い中での記録ですから本当に強い選手だと思いますね。そうですね、はい、今年は新型コロナウイルスの関係で、とにかく6月以降でないと練習ができなかった、はい、それまで個人練習だったりこう皆さんがしていたわけなんですが、それからまとまってやってで、おまけにこうロードレースのこう大会がほぼできなかった。そうですね、駅伝大会が、例年 の高校生ですと、まあ、日本海駅伝、まあ、女子は倉吉女子駅伝、はい、それがないということで、まあ、なかなかその経験が積めないという、はい、西脇工業の足立監督がおっしゃってたんですが、普通だったら一旦こうピークに持っていてその後一旦落とすんだけども、落とす暇がなかった、はい、もうそれぐらい一気にこう登っていく状況で練習をしなければならなかったという話をされていましたが、非常に調整もそれから監督もこれ頭を悩ませていたんでしょうね。はい、この北村君は昨年の近畿高校ユース2年生の部で優勝ですから、はい、もしインターハイがあればというその本当に悔しい思い、辛い思い、これを乗り越えての今日の、この4区の快走につながってますね。そうですよね、はい、篠山のちょうど篠山川の選手の右手に流れているんですが、そこには桜並木植わっています。その桜並木のところからは赤色の葉っぱがたくさん落ちています。昨日の雨で少し落ちているこのちょうど男子の第4区であります。選手の今左後方に見えるのが桜並木、春になりますと大変美しい桜が広がっていますが、この時期になりますと赤く色づいてその葉が道路に落ちています。田園地帯、そして川に挟まれてこの第4区を改装します。須磨学園北村圭です。この下り基調の4区ですから、かなり飛ばしてきております。そうですね、下りからフラットになったところで足の止まる選手が多いんですが、はい、全くスピードが落ちませんね。下りの方が難しいってよく言いますもんね、はい、そうした中で北村圭、後ろを振り返ることもなく改装を続けています。サスキに手を寄りました。この後待っているのがキャプテンの大林です。須磨学園選手がたくさん待っています。そしてこれから第4中継所、最初にタスキを渡すのは須磨学園です。先頭北村圭3年生、最初にリレーを行いました。5区に入りました男子、背中をポーンと押しました3年生の北村から同じく3年生の大林浩キャプテンへのタスキリレー、そして2番手報徳学園です、ね、片川君ですね、はい、はい、報徳学園が今タスキリレー、5区に入りました報徳学園、片川から西村です。そして西脇工業をやってきました藤井空大君、はい、藤井空大君から吉田凛太郎君です。その後やってきたのが新興学園、ナンバーカードは10番、後続この後2番が待っています。2番は川西緑台です。その隣はナンバーカード25番、鹿間工業、おなじみのエースのマークです。男子5区に入っています。そして県立西宮、ナンバーカードは3番です。続々とランナーが第4中継所駆け抜けていきます。ナンバーカード4番、宝塚、そしてナンバーカード19番が今行きました。東播磨が9位ですね。そうですね、はい、そしてナンバーカード26番、
崎商業、この辺りが近畿大会の争い、ボーダーの争いになります。はい、今年は淡路、南淡路での開催です。南淡路、淡路島の学校1校を含んで10校ということなんですが、ですから9位までということになります。須磨学園快走を続けています。現在先頭須磨学園、5区は3キロ短い区間ですが、この後の5キロ5キロという6区7区につなぐ大事な大事な区間です。短い区間であるがゆえに大変なことスピードも要求されます。はい、この5区の大林君もかなりゆったり入ったんですが、途中からぐんぐんスピードを上げてますね。はい、そうですね。はい、佐伯所の手前のところまではそれほどスピードがガーッと出てる感じではなかったんですが、丹波佐伯所を越えて少し今下っているんですが、この辺りスピードアップしています。はい、この大林君が淡路島の洲本市立青雲中学校の出身なんですが、私事ですが、監督顧問の井田先生が、30年前の洲本高校の時の教え子でして、そうですか。はい、近畿高校駅伝で入賞した時のキャプテンなんですが、昨日少し電話で話をしますと、この大林君は毎朝、5時過ぎに家を出て2時間かけて、通い、また2時間かけて帰ってくると、本当努力の選手だと。そうですね。その大林を追います報徳学園は西村亮太です。今年の阪神大会では5区を走って9分ちょうどというタイムでした。はい、5000m ベストタイムは15分7秒です。西村亮太ナンバーカード1番です。阪神大会は54連覇の報徳学園、去年は県大会2位の成績、今年も前をしっかり見据えます。すべてのランナーが初めてこの県大会出場という、そうですね、ランナーですね。この西村君も2周目の山口中学時代は9分28秒の選手です。はい、はい、本当に頑張ってます。そして須磨学園現在先頭です。須磨学園が現在先頭、大林光輝です。神戸地区大会ではアンカー7区15分9秒というタイム、 5000m 今シーズンのベストタイムは9月27日の東海大学記録会で14分31秒というタイム。身長174センチ、歯を食いしばって懸命に前を向いてたすきをもう手に取っています。短い区間3キロの区間です。次の中継所がもうおそらく見えているでしょう。キャプテン大林3年生、その大林少し笑みがこぼれたか、手を軽く上げたのは2年生6区のランナー国安です。少し笑顔が出たか、たすきを今渡しました。そしてポーンと背中を押していきました。大林から国安にたすきが渡りました。そして報徳学園西村亮太から溝中レオ、西村から溝中に今たすきが渡りました。ナンバーカード1番、報徳学園6区に入りました。そして両手を挙げています西脇工業、吉田から中井龍馬、少し遅れましたね。そうですね、はい、差が開きました。はい、吉田から中井に今たすきが渡りました。笑顔で今たすきを受け取りました。報徳と約1分差です。はい、川西緑台ナンバーカード2番です。その後続けて新興学園10番、その後やってきたのが鹿間工業25番、今たすきが渡りました。はい、観察車両を通過します。そして県立西宮、気合を入れて声で送り出します。ナンバーカード3番、そして宝塚がここへ来ました4番です。やってきたのが19番の東播磨、赤いパンツ26番、姫路商業。この辺りは上位陣が本当に毎年、はい、近畿争いが、ね、大変ですね、激しいですね。ここから、はいはい、話せません。はい、はい、そして6区に入りました。この6区男子は5キロの区間です。ここは片側1車線のコース。須磨学園が現在先頭で快走を続けています。独走体制ですが、そのペース全く変わりません。6区は5キロの区間です。笹山東中学校、そして般若寺などを越えて弁天橋の北の交差点を越えたところが第6中継所、アンカーにつなぐ大事な区間です。田園風景が広がります。稲刈りが終わったところの畑、田んぼもたくさんあります。この6区の国安君は大久保中学出身なんですが、はい、2年生です。まあ、昨年より 5000m の記録を16秒伸ばして、14分29秒と
非常にこの1年間で力をつけた選手ですね。もう力強い、もう腕振りが、はい、それが走りに生きています。はい、後ろのランナーの姿がもう全く見えなくなりました。須磨学園が先頭です。独走体制を築いています。先頭は須磨学園、6区は国安博人です。2年生のランナーです。神戸地区大会では6区を走っています。15分9秒というのがこの国安のタイム。今ちょうど半日の交差点を過ぎました。この辺りススキの方も随分こう垂れるようになってまいりました。秋が深まりつつあります。丹波笹山寺、そしてナンバーカード18番は西脇工業、中井龍馬です。宝田中学の出身、 5000m ベストタイムは14分41秒。今年の登板大会ではオープンチーム A チームで参加しました。出場して4区を走って24分50秒という成績。中井君は昨年は県近畿を走ってないんですが、はい、全国大会は7区を走っています。アンカーでしたね、はい、経験があります、はいはい、全国都大路では15分10秒という記録、はい、全国の経験があります。宝田中学時代は9分26秒ですから、この選手も西脇工業に入って大きく伸びた選手ですね。やっぱ上半身のちょうど胸のあたりのこう胸筋ですか、はい、かなりこう鍛えられているということが分かりますね。西脇の選手本当には体幹がしっかりしていると毎年思うことなんですが、はい、かなりやはり鍛えられていますね。もうブレないですよね、はい、こうあの弾けるようにゴムマリがよくあの弾けるようにって言いますけど、はい、そんな走りっぷりです。そしてタスキに手をかけました。弁天橋の北の交差点、須磨学園が先頭でやってまいりました。須磨学園先頭、最後のスパート、国安から最終7区のアンカー矢沢が待っています。現在先頭は須磨学園、たすきに手を取ってもう外しています。歯を少し食いしばって険しい表情にちょっと変わりました。しかしそれでも快走を続けています。後続、このご覧いただいているように全く後ろ見ることはできません。全く見えませんね、差がこれ広がっていると見てもいいかもしれませんね、はい、須磨学園が現在先頭、まもなく男子の最後の中継所、第6中継所です。快走を続けます国安、この辺り登って交差点を越えたところ、少し下ったところが男子の最後の中継所、第6中継所です。ここがちょうど弁天橋の北の交差点、最後は少し下っています。須磨学園アンカー矢沢ライトに今タスキが渡りました。背中がポーンとまた一押し、2年生の国安から3年生矢沢にタスキが渡りました。そして報徳学園アンカー島津大地、2年生の島津にタスキが渡っています。報徳学園も最終以上の差がありますね。そうですね、はいはい、そして西脇工業キャプテン田口文太が待っています。中井から田口に、はい、さらに約1分遅れています、はい、笑顔でたすきリレーが行われました、はい、新興学園が来ました。ナンバーカード10番、背中でこちらもポーンと叩いて送り出します。鹿間工業がまずたすきリレー、そして見えてきたのが川西緑台、ナンバーカード2番です。ランナーが続々と最終7区に入っています。県立西宮ナンバーカード3番、そしてやってきたのは宝塚、最終7区に入りました。初めての近畿を目指します。最終7区男子です。須磨学園が独走、そして快走を続けています。いろいろな思い、この1年間おそらく須磨学園の各選手にもあったでしょう。須磨学園が現在先頭で丹波笹山の中心市街地笹山城跡の近くまで戻ってまいりました。3年生矢沢ライトです。最後の7区5キロの区間、弁天橋の北の交差点から中心市街地を抜けて笹山方面高校グラウンドがゴールです。堀にかかりました。いつもでしたらこの辺りも大勢の沿道のお客さんで埋まっているんですが、今日は本当にこうコロナ対策ということで沿道応援も自粛ということでほとんど人の姿がありません。丹波笹山の中心市街地、まもなく市役所の前を通過しようというところ、須磨学園高校矢沢ライトであります。先頭須磨学園、快走を続けています。最後これからだらだら登っていきます。黒岡の交差点までだらだらと登っていきます。そして追います報徳学園、報徳学園が懸命に追います。
ナンバーカード1番おなじみ緑の島津くんですね。そうですね、はい、この島津くんは先ほど5区を走りました西村くんと、西宮の山口中学の同級生ですね、はいはい、共に、中学時代から、本当に、総力を伸ばしています、はいはい、報徳は今回は5区6区7区が2年生ということで、はい、去年は3年生で揃えたんですが、はい、今回は2年生が5区6区7区ということで、そういう意味では来年も楽しみということが一つ言えるかもしれませんね、はい、昨年オール3年生が、はい、抜けた中で本当にこの2位というのは、大健闘というか、はい、よく頑張っています。そうですね、はい、差は開いていますが懸命に前、この須磨学園を追いかけています。報徳学園が現在2位、そして須磨学園先頭です。残り1キロをもう切りました。残り1キロを切って、おそらくこの矢沢の目には右斜め前方にある笹山方面高校の校舎の建物が見えているでしょう。この辺りもマスクをして拍手を送られての応援が続きます、はい、この矢沢君も昨年の近畿高校ユース2年生の部の 3000m 障害のチャンピオンですから、やはりインターハイがあればという思い、その悔しい思いが今日の快走につながっていると思います。そうですね、さあ最後の直線です。この黒岡の交差点を曲がりますと一般道に別れを告げます。そして城北の交差点、そこを左に曲がると笹山方面高校のグラウンドということになります。ですから一般の道路を走るのがこの最後の直線ということになります。須磨学園が快走を続けています。矢沢ライト、ナンバーカード9番、去年は本当に辛い、そして残念な結果だったんですが、今年はその雪辱を期して都大路優勝を目指してこの1年間頑張ってきました。鮮やかなシューズ、そして最後の快走、ラストスパートにこれからかかろうかという矢沢ライト。これ好タイムが出ますね、はい、そうですね、タイムかなり早いタイムが期待できそうですね、はい、矢沢ライト、まもなく最後ゴールのある笹山方面高校、最後の上り坂、一番きつい上り坂、これから笹山方面高校に帰ってきます。笹山方面高校、最初に帰ってくるのはどの学校か。さあ先頭で戻ってきましたのが須磨学園、アンカーを務めます3年生矢沢選手がラストスパートに入っております。3年ぶり5回目の頂点に向かって力強い走りを見せております。後続を大きく引き離し、隙のないチーム力でタスキをつなぎ、フィニッシュ地点まで残りわずかとなっております。素晴らしい走りが続いております。宮古という夢にチャレンジできる喜びを今年はよりかみしめながら、まもなくゴールを迎えます。3年生矢沢選手、3年ぶり5回目の頂点に向かって今ゴールです。2時間4分07秒素晴らしいタイムでゴールしました。スマーティンは3年ぶり5回目の優勝です。どんな気持ちですか。やっぱりコロナ禍で練習ができないときにやっぱ支えになってくれた保護者、先生、仲間のおかげで、まあこの結果がついてきたと思います。全国大会に向けての意気込みを聞かせてください。はい、まあ、全国はまあ優勝を目指して、まあ、この1年間、まあ、去年都大路終わってから目指してきたので、まあ、そこで優勝できるように県以上にチームがまとまって、まあ、練習していきたいと思います。わかりました。素晴らしいタイムでした。素晴らしい走り、おめでとうございました。ありがとうございました。3年ぶり5度目いかがですか。いやもう本当にこの大会が行われるまでに地元笹山の方々、ね、江野本先生はじめ高体連の先生方、もう寝る間も惜しんだご努力があってのことだと思います。でもおかげさまで子どもたちが将来にきっとつながるだろう夢を見続けることができ、チャレンジすることができたことをもうとても感謝しております。ここからの目標はそのサポートをこれからも甘えいただきながら、改めて生徒たちが健康で安全で無事にここから先過ごしてもらうことが、まあ、一番の目標です。2位で帰ってきましたのは報徳学園です。去年に続いての2位です。
2時間8分18秒報徳学園が2位、そして次に帰ってくるのが西脇工業、優勝候補の一角でした。ナンバーカード18番、西脇工業が今豊明高校のグラウンドに帰ってきました。西脇工業は32年間2位以内を守りましたから、そうですね、はい、2時間9分10秒という成績、しかし3強、さすがですね。そうですよね、はい、そして今ご覧をいただいているのが男子の結果です。新興学園は26年ぶりの4位です。そうですね、さあご覧いただいていますけど、結果はこれ2時間4分8秒という素晴らしい好タイム、はい、近畿大会そして全国大会に向けて大江さん一言お願いできますか。はい、歴代2位の好タイムですね、全国的にもランキング5位ぐらいにはされると思いますので、非常に楽しみです、はい、そうですね、続々と今ランナーがゴールしています。本当に今回は初出場もありました、それから何十年ぶりという学校もありました、いろんなドラマがあった、最後に笑顔を見せたのは須磨学園、去年の雪辱を果たしました。そして今回は3区4区で新しい区間新記録が生まれています。男子 42.195キロ、優勝したのは須磨学園、5回目の都大路、3年ぶりの京都都大路の戦いとなりました。男子の解説は神戸学院大学女子駅伝陸上部監督大江秀和さんでした。大江さんありがとうございました。ありがとうございました。男子は須磨学園でした。